った。嬉しい。みんなと出会ってから私変わったよ。体が冷えると風邪ひいちゃいますよね。喜んでくれるよね。ありがとうございます。次のリリー新聞の一面どうしようかな。リリーになって本当に良かったです。夢が叶って本当に幸せです。今日はユージヤさんのお誕生日です。ラムネをいっぱい用意しました。それじゃあ乾杯です。今日はフミちゃんのお誕生日です。ラムネをいっぱい用意しました。それじゃあ乾杯です。今日はフミさんのお誕生日ね。こういう日ぐらい私もとやかく言わないのよ。平穏が一番だもの。またみんなで迎えましょう。今日はユージヤさんのお誕生日ね。こういう日ぐらい私もとやかく言わないのよ。平穏が一番だもの。またみんなで迎えましょう。今日はユージヤさんのお誕生日ですわね。私のサプライズでハートをわしづかみにされなければいいですけど。ん？別にパーティーを盛り上げるジョークではありませんわよ。フミさん、お誕生日おめでとうございます。私とリリさんの特集記事、いつになったら書いてくださるのかしら。今日は私のお誕生日でして、皆さんにお祝いしていただきました。本当に恐縮です。でもありがとうございます。今日はユージヤさんのお誕生日ですね。すでにあちこちで楽しいことが起きてますよ。明日のリリー新聞はとても楽しい一面になりそうです。今日はフミの誕生日だな。まあ仲間を祝うのに依存はないが、そのうちまたみんなで祝うんだろう。しょうがないな、まったく。今日はユージヤの誕生日だな。まあ仲間を祝うのに依存はないが、そのうちまたみんなで祝うんだろう。しょうがないな、まったく。今日はフミの誕生日だな。いいな。誕生日はずっとずっと祝っていかないと。そのためにもこれからもみんなで頑張るぞ。今日はユージヤの誕生日だな。いいな。誕生日はずっとずっと祝っていかないと。そのためにもこれからもみんなで頑張るぞ。今日はユージヤさんのお誕生日です。みんなにお祝いされて信じられないというような顔をしていましたけど、素直に受け止めてくれるようになったら、今度はプレゼントで驚かせたいですね。今日はフミさんのお誕生日です。こうして苦楽を共にできる仲間がいるというのはいいことですね。盛大にお祝いしましょう。今日はフミのお誕生日。私がお祝いしても喜んでくれるかな。喜んでくれるように気持ちを伝えたいな。今日は私のお誕生日で、みんなにお祝いしてもらったの。恥ずかしかったけど、嬉しい気持ちの方が大きかったよ。今日はユージヤのお誕生日じゃな。甘いケーキはたんまりと用意してあるぞ。文字通り甘美な一日を楽しむのじゃ。今日はフミのお誕生日じゃな。甘いケーキはたんまりと用意してあるぞ。文字通り甘美な一日を楽しむのじゃ。フミさん、誕生日おめでとう。あなたの知識量なら交渉家でもやっていけるんじゃないかしら。ユージヤさん、誕生日おめでとう。あなたの射撃の腕なら専用のチャームを作った方がいいんじゃないかしら。興味があるなら交渉家にいらっしゃい。ユージヤ、誕生日おめでとう。ユージヤ、この間妹に会いたいっ
って言ってたよね。だから今日はユリを妹と思ってくれていいよ。なんなら姉でもいい。ふみ、誕生日おめでとう。今日もリリー新聞作るんでしょ。ユリに任せろ。ユリが代わりに作っておくね。